車種であった。しかし1970年代末の第二次オイルショックの影響による原油価格高騰により、燃費の悪いジープの販売は急激に下降線をたどっていき、ジープに依存していた AMC の財務状況も比例して悪化していった。そこで AMC では、よりコストと燃費に優れたジープの代替モデルとして、セダンのコンコードをベースとした 4WD モデルを企画し、イーグルと名付けられた。このモデルは1980年より販売が開始された。しかしイーグルはコンコードをベースとしていたために、コストには優れていたが、AMC の技術では期待されたほどの燃費を得るには至らなかった。だが、小型乗用車のボディに、ジープ譲りの高いオフロード性能を持たせたイーグルは、革新的な車として、各方面より評価され、自動車の新たなジャンル、クロスオーバー SUV の先駆けとなった。また世界で初めてビスカスコントロール LSD を実用化した点でも評価されており、このイーグルの販売後には、各社がビスカス LSD をこぞって実用化に乗り出している。イーグルはクライスラーによる AMC 買収後にもわずかな期間販売が継続され、1988年をもって生産を終了した。だが、イーグルの名はクライスラーの自動車ブランドとして継承された。ありがとうございます。